レグリアさんから。はいどうも。先日私のおばあが亡くなってしまいました。あら、そっか。おばあは天然ボケでいつもみんなを笑わせてくれる存在でした。おじいが亡くなった時にはおじいが生前に湯船に入りたいって言ってたのに、うん、あんたにそんなお水使うのもったいないからダメって言ったり、うん、コルセット貸してって言われたら臭くなるからダメって断ったのは、うん、反省してるさと言って家族を笑わせてくれました。あ、そう。ね、本当にもうね、本当にもう本当に本当に本当にやめてって感じよね。本当にもう身内は笑っていいかもしれないけどさ、だから僕っち笑ったらまた変でしょ。おばあちゃん ね、素晴らしいおばあちゃんでしたね。本当ね、はい、泣くなって気づくことってあるからね。おばあちゃんこれがもう聞けないと思うと本当にね、亡くなったのは悲しいですが、今頃天国ではおじいに湯船を入れてあげてコルセットも貸してあげてるんだろうなって思うと、それはそれで良かったのかもしれません。きっと今ね、天国でお二人で仲睦まじくまた蝶々橋やってらっしゃるんじゃないでしょうか。そうね、終わりなのこれで。終わり。あい。まだまだ僕たちも修行が足りなかったね。うん、突きつけられた感じがしました。こういうメール好きではあるわけ、ね。